フレッド・ヘイズはアメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。ヘイズはミシシッピ州ビロク市で生まれ、ビロク市高校パーキンストン短期大学を卒業し、1959年にオクラホマ大学で航空工学の学位を取得した。1964年にはエドワーズクヨ軍基地のアメリカ空軍テストパイロット学校を修了し、1972年には ハーバードビジネススクールの PMD プログラムを終了した。彼は1954年に海軍飛行士の訓練を終え、アメリカ海兵隊の戦闘機パイロットとなった。1959年には NASA のグレン研究センターで実験飛行の仕事を始めた。1963年にはさらにドライデン飛行研究センターでテストパイロットになり、1966年には ジョンソン宇宙センターの宇宙飛行士となった。ヘイズは1966年に採用された宇宙飛行士の中で最初にアポロ計画に選ばれ、アポロ8号、アポロ11号、アポロ16号のバックアップを務めた。ヘイズは1970年のアポロ13号でアポロ月着陸船のパイロットを務めた。アポロ13号の乗組員だったヘイズとジムラベル。 ジャックス・ワイガートは再演友人対地距離の記録を保持している。ヘイズは中心になったアポロ19号のミッションで基調に予定されていた。彼は1977年にエドワーズ空軍基地で行われたスペースシャトルエンタープライズの5回の着陸テストで基調役を務めた。1979年にはスカイラブを救うために行われることになった。 STS-2 の機長に選ばれたが、シャトルの開発が遅れ、スカイラブが1979年中旬に崩壊したため中止になった。ヘイズは既婚で前妻との間に4人の子供がいる。1970年にはリチャード・ニクソン大統領から大統領自由勲章を受賞している。ヘイズは1979年6月に NASA を退職し、 1996年までグラマンの幹部を務めた。1995年の映画アポロ13ではビルパクストン、テレビ映画のフロム・ジ・アース人類月に立つではアダム・ボールドウィンがヘイズの役を演じた。ありがとうございます。